おはようございます。今日はですね、グリさんがいつもボートを止めてるタイフーンっていう艇庫が霞ヶ浦にあるんですけど、そこの、タイフーンカップっていう大会がありまして、もう JB のバリバリの選手とか、もうトーナメンターの方々が勢ぞろいして、あの大会を開く、まあ、ちょっとお祭りチックな大会に今日は一緒に出させていただけるということで、バスボートでトーナメンター勢ぞろいの中一緒に釣りをさせて大会に出させていただくことになりましたので、今日はその模様を一日お届けしたいと思います。はい、一応今日使うと思ってる、リグがですね、まあ打ち物系、そして鳩山線香とアユクローンチキブラックと、もう一つビッグベイト用で、これは現場に行ってから決めようと思ってます。この4本もう行こうかなと思います。スピニングをね、持っていこうと思ったんですけど、あったらあったで多分いろいろ迷っちゃうと思うので、もう持っていかないという方向性に決めました、はい、なので今日はベイト4本で頑張りたいと思います。一日よろしくお願いします。よろしく頼むぜ、いっぱい作れよ他力本本当に全然自信ないです。まあ目標一匹だね。目標一匹、うん、理想は何グラムに2匹ですか？1800と1800。嘘でしょいや、わかんない、寒いから。意外と出るかもしれないですね、うん。お願いします。はい、行くで。はい、ですね。
何ですか、実現しましょう、ラスト30分です、頑張りましょう。バスだらけだ、ここはバスだらけだそうです。本当かどうか全く信用できません。お疲れ様でした。お疲れ。残念でしたね。はい。来年どうだった？どうですか？どうでしたか？初めての。楽しかった。お疲れは。ね、なんかいつもより集中できましたね。静かだったもんね。はい。お疲れ様。ほとんど喋らなかった。また来年チャンスがあれば。はい。リベンジします。参加してください。はい。ありがとうございました。お疲れちゃんでした。おじゃなはい、ということで動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。ここからは告知になるんですが、今月の12月19日埼玉県にある加須花咲公園にて9時から15時の間で丸畑商店、畑拓馬さんと一緒にフリーマーケットをさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、何を持っていくかと言いますと、パーカー、そしてロンティー、T シャツ、ニット帽、今新作を作っているところです。まだ私も届いてないので現物は見れてないんですけど、19日のフリーマーケットで先行販売という形でさせていただきたいと思っております。その他にもメジャーとかステッカーとかキャップとか持っていこうと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、年末のねご挨拶ができたらいいななんて思ってますので、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。それじゃあのー。